エルビスシノシックは、オーストラリアの男性総合格闘家。ニューサウスウェールズ州キャンベラ出身。シノシックペロシュマーシャルアーツ所属。ブラジリアン柔術黒ビ、テコンドー黒ビ、マチャド柔術、ムエタイ、柔道、テコンドー、カポエーラなど様々な格闘技を経験。1997年に総合格闘技デビュー。格闘家になる前は、経理会社で、 IT 部門を担当していた。2000年12月10日、K1 ワールド GP2000 決勝戦に参戦。総合格闘技ルールのスーパーファイトでフランクシャムロックと対戦し、判定負け。2001年2月23日、UFC 初参戦となった UFC30 でジェレミー・ホーンと対戦し、腕ひしぎ、三角固めで一本勝ち。 2001年6月29日、UFC32 の世界ライトヘビー級、タイトルマッチで、キトオーティズと対戦し、グラウンドの肘打ちで TKO 負けを喫し、王座獲得に失敗した。2002年7月、世界柔術選手権に出場、チャオビ、レイビ級とチャオビアブソリュート級で共に1回戦、敗退。2003年8月31日、初参戦となったパンクラスで、 キクタサナと対戦し、0から3の判定負け。2007年4月21日、UFC70 でマイケル・ウィスピンと対戦し、パウンドで TKO 負け。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。ありがとうございます。